日の熊像、日の熊像、日の熊像、1878年6月9日から1946年1月15日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍不評中佐。発明家としての一面も持ち、日本の航空界黎明期のパイロットの一人であった。熊本県熊郡人吉町、現、人吉市出身、旧相良藩市、 日の広和の長男として生まれる。熊本英学校卒業後、陸軍士官学校に進み1898年、明治31年、陸軍士官学校10期を卒業する。1904年、明治37年、日の式児童拳銃を発明。知人で投資家の小室友次郎と連名で、日本、イギリス、アメリカとの各国で特許を取得し、市販を開始するが、 構造上の欠陥から二度の暴発事故を起こし、自身の左手の指と背中を打ち抜かれる重傷を負う。1910年、明治43年4月11日、臨時軍用機器級研究会から徳川洋子徳、隊員と共に操縦技術習得のためフランスのアンリ・ファルマン飛行学校、エタンプ校に派遣され、5月末に入学する。その後、エンジン買付けの失敗などもあり、 7月25日に単身ドイツに移動、ヨハンネスタール飛行場で操縦技術を学びグラーで単位容器を購入した。同年12月14日、代々木連兵場、現代々木公園において滑走試験中の日野は飛行に成功し、これが日本史上の初飛行とされる。しかし、飛行機研究の第一人者として、また、 当時数少ない実際の航空機の飛行を見たことがある人物であったため、事実上の現場責任者として間近で注視していた田中立愛吉博士や操縦していた日野自身も初飛行であることを認める発言はしていない。さらに、初飛行の根拠となっている距離については、唯一、初飛行と報じた一万長方の記者が60メートルと、報じたがあくまで目でしかなく、 取材していた他球氏は距離を記載しておらず、初飛行とは報じていない。また、記者自身も、後日、少しでも、地を離れると、手を叩いたり、万歳を叫んだりした。今から思うと、なんだか自分が気の毒になる。と書いている。また、飛行とは、翼の揚力が、機体の重量を定常的に支え、操縦者が、意のままに気を操縦できる状態を指した、飛行ではなく、 ジャンプであるとして、航空力学的にも初飛行とは言えないとする意見もある。しかしながら、日野の60メートルの区間を定常的に支え、操縦者が意のままに機を操縦できる状態でなかったとする資料は存在せず、逆に後日の徳川、日野の記録を操縦者が意のままに機を操縦できる状態であったとする資料もまた存在しない。19日には、 公式の初飛行を目的とした記録会が行われ、日野、徳川の両方が成功した。これが改めて動力機初飛行として公式に認められた。事前の報道においては、当時天才発明家などと報道されていた日野の方が派手な言動も相まってはるかに有名人であり、新聞記者も徳川には直前までほとんど取材活動をしていなかった。しかし徳川、 日野の順に飛んだため、アンリファルマン機を狩る徳川大尉が、日本初飛行ということにされてしまった。これは、徳川家の血筋でありながら没落していた、清水徳川家の徳川義徳、日本初飛行の栄誉を与えたいという軍及び家族、関係者の意向、圧力だったとする説がある。しかし、たとえ名家の出身であっても、陸軍の方針として、軍内部での扱いは、 平民と同じであること原則だったため、この批判は適切ではないとする意見もある。ただし、その後徳川は後日の通り陸軍内部で、工遇され、逆に、日野屋重の清武らは礼遇されたのは事実である。ともあれ、日野の記録は抹消され、12月19日の徳川の飛行をもって、日本初飛行の日とされている。以降、徳川は、 陸軍の航空機畑の看板として順調に昇進し、一方の日野は翌1911年、明治44年から1912年にかけて自身が機体、エンジン共に設計した日野式飛行機の開発までをも行うが結局は負け。その末に福岡に左遷され、以降軍務において航空機関連に用いられることはなかった。前述の徳川の事情のほか。 日野が発明に没頭するあまり、各方面から釈材を重ねて、訴訟沙汰となっていたこと、山品宮武彦が飛行機の見学に訪れた際、自作のエンジンの整備に没頭して、出迎えを忘れるなど、協調性に欠ける性格から軍にもたびたび迷惑をかけていたことを上層部から疎まれたためとも言われている。1912年末、陸軍少佐への昇進と同時に、 福岡不評連隊へ事実上の左線、地上勤務の傍ら水蒸気として製作した日野式3号機、舞鶴号のテストを行うも失敗。1916年、大正6年にはエンジンの整備、開発技術を買われ、東京砲兵交渉へ転出するも、1918年、大正7年、40歳で部下の失態の身代わりに隕石士軍事を辞した。最終階級は、 陸軍不評中佐。その後は民間で発明家として、生計を立てることを目指すが、多くは実用家には至らず、自身も二度の脳一血で、闘病生活を送るなど、生活は困窮した。しかしその後も発明家としての熱は尽きず、1933年、昭和8年に、ヘリコプターの独自開発、1935年、昭和10年には、茅場製作所が、 実用化を目指したラムジェットエンジン搭載の無病翼機 HK1、HK は日野のイニシャルであるの開発に参加するもいずれも実用化には失敗した。1941年、昭和16年の開戦時には自らが考案した自動小銃の製作を軍に提案するも採用には至らず、その後はロケットの発明に取り組み、1942年、昭和17年に 技術医により、長年の功績を称え、表彰を受けている。1945年、昭和20年、東京大空襲により日野は、自宅と共に、多くの発明品の資料のすべてを消失。廃戦後の1946年、栄養市長により死去。1974年、昭和49年、東京代々木公園に共造と、 日本初飛行の地の石踏みが混流される。日野の共造は1964年、昭和39年混流の徳川の共造と並んで設置され、碑文には日野、徳川の両名が日本初飛行の人物として検証された。生誕100年となる1978年、昭和53年には、故郷の熊本県人吉市に記念碑が混流されており、2010年には、 初飛行100周年を記念した喧嘩式が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。